プノンペンのモスク本項目では、カンボジアのイスラム教について記述する。総人口の4%にあたる、約40万人のチャム族の大部分と、少数民族のマレー人が信仰する宗教である。プー研究所は2009年、総人口の1.6%にあたる23万6千が、ムスリムと推定している。カンボジア付近は13世紀後半から14世紀以降、 マレー系チャム族の王国であるチャンパの交易により、イスラム化が進展。交易活動を通じて、マレー半島とも中退を築く。しかし、15世紀後半に入ると、ベトナム北部の大越の南下に伴い、チャンパが水尾を余儀なくされる。フランスがインドシナ半島を統治していた時代には、チャム系ムスリムが居住する地域は、交遇を受け、自治的な扱いで対処。一方、 マレー半島との接触が希薄となった上、イギリスの支配下に置かれたマレー半島、干渉国のタイ、そしてフランスの勢力圏となったインドシナ半島という分割的な体制に移行したため、チャム系ムスリムは急速に孤立化の道を歩んでゆく。20世紀後半は原始共産主義を旗印に粛清や弾圧を行ったクメールルージュのポルポト政権下で、 ムスリムが激しい迫害に遭うこととなる。このため、同政権時代に、カンボジアから脱出した、チャム系ムスリムの中には、リンゴクラオスに身を潜めた者も,もいるという。チャム系ムスリムは預言者、ムハンマドの学府の一人であり、ザイナブ、ビンとジャフシュの父であるジャフシュ、ビン・リアブにそう辿るとされる。これは617年から618年にかけて、 多数のサハバがアビシニアからカイロを経由してインドシナ半島に到着したことに由来する。チャム族には独自のモスクがあり、1962年には国内に約100ものモスクがあった。カンボジアのムスリムは19世紀末、ムプティ、トゥクカリフ、ラヤカリク、トバンパケという4人の宗教的権威の下で共同体を形成した。チャム族の村にある名士の寄り合いは、 長老一人と数人のコティップ、ビラル、ラビから構成。四人の高位聖職者と長老には免税特権があり、宮廷での主要国家的行事にも招かれている。カンボジアが独立を果たすと、イスラム共同体は、公的に共同体を代表する5名の議会の統制下に置かれ、他のムスリム系共同体と連携を保った。なお、どのムスリム系住民の地域にも、 地域やモスクを指導する長老や礼拝を先導するイマーム、そして神徒に日々の礼拝を呼びかけるビラルが存在。プノンペン付近のチュルイチョンアー半島はチャム族の信仰の中心地とされ、数名のムスリム傾向官が同地に居住している。チャム族の中には、毎年マレーシアのクランタン州でコーランを学びに行ったり、メッカに遊学や巡礼を行う者もいる。 1950年代末の統計によると、チャム族の約7%が巡礼を完了し、その証として、フェズやターバンを身につけていたという。一方、伝統的なチャム族は、多くの古代ムスリムか、ムスリム以前の伝統や儀式を固し、アッラーを全知全能の神としているものの、他の非イスラム的観光も認めている。多くの点において、 他のムスリムよりもベトナム沿岸部のチャム族に近い。伝統的なチャム族の構想は純白の服を身にまとい、頭や顔を提発。伝統的なチャム族は魔術信仰を持ち、病苦や死の苦痛を避けるために魔術の実践に重きを置いている。また様々な超能力を信じている。伝統的なチャム族はメッカへの巡礼や日に誤解を行う礼拝にはあまり、 興味を示さないものの、多くのイスラム教の祭りや儀式を祝う。正ハ派ャム族は、14世紀から15世紀にかけて、カンボジアに移住してきた、ジャワ人やマレー人との根血のため、マレー系住民と近しい関係にある。実際、マレー系の習慣や家族形態を取り入れ、マレー語を話す者も,も多い。メッカへの巡礼を行い、イスラム教の国際会議にも出席する。 伝統派と正統派によるチャム族同士の紛争が1954年から1975年にかけて増加。例えば両者が村を2分、各集団が後にはそれぞれ独自のモスクを有し、宗教組織を分離させるに至った。なおチャム系ムスリムはメコン川やトンレサップ湖で漁業に従事している関係上、川中にモスクを建てたり、浮船のスラウを中心に、 水上生活を営む。クメールルージュ政権下における犠牲者の頭蓋骨、チャム族からの情報によると、132ものモスクがクメールルージュ政権下で破却され、他の多くのモスクが非イスラム化された。ムスリムは信仰を禁じられた。カンボジアベトナム戦争にて、ベトナムが樹立したカンプチア人民共和国政権、成立以降、イスラム教は 仏教と同様の自由が与えられることとなる。マイケル・ビカリーは1980年代半ばにチャム族が約15万8000人住んでおり、モスクの数が1975年以前とほぼ同じ水準になったとしている。1988年初にはプノンペン地域にモスクが6箇所、各県にも相当数あったが、ムスリムの構想は国内に分散させられ、 かつて113人いたチャム族の高位聖職者のうち、クメールルージュ時代を生き延びたのは20人しかいなかった。通常の宗教活動が可能。これは、カンプチア人民共和国時代に、イスラム教に仏教と同じ自由が与えられたことに、始まる。チャム族も、全カンボジア国民と同様、参政権をはじめ民主的な諸権利を享受している。 a b s ABS 製、アジアカンボジアからの電子メールカンボジアの、ムスリムチャムジンとは、日本学術振興会特別研究員、笹川秀夫ジオグローバル、ハットミラー、トレーシー、エド、マッピングザグローバルムスリムポピュレーション、エレポートオンザサイズディストリビューションオブザワールド、スムスリムポピュレーション、プ、リサーチセンター、P31、 http://pewform.org/sets/images/reports/muslimpo.pulation/muslimpo.pulation.pdf2009 n e w a s 年10月8日閲覧。abcde 東南アジアの ヒースラム地域におけるイスラム東南アジア及び、北東アジアのイスラムカトタイ及び、ベトナム等の公益圏の歴史的、地理的外観、並びに、その考察、北村サイアア太平洋東急、T.W. アーノルド、1913、1997、ザ・プリーチングオブイスラ of デリー、LP パブリケーションズ。 P294N2 パングルアクセストーン27ノベンバー2013ディーブンアビウォーケカスアクセストーン27ノベンバー2010イスラームインチャイナーアクセストーン27ノベンバー2010サディブンアビウォーケカスアクセストーン27ノベンバー2010 ABE マナガ政治東北タイラオスカンボジアのムスリム社会の学術調査 http://www.time.com コロンススララッッシシュュスラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュ 09171428133-00HTML ありがとうございます。